こんにちは。日本学術書道会の田村喜団です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は再生一致です。祭祀と政治とが分化せず一元化し一致するものだという日本古代社会の政治形態を言います。政教一致も同様の四字熟語です。再生一致を楷書で書いてみます。では今から再生一致を行書で書いてみます。今から再生一致を草書で書いてみます。今から再生一致の創作作品を書いてみます。
最後までご覧いただきありがとうございました。